トンネルを抜けるとそこはお腹の中だった。乳酸菌は今日も人と生きている。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りします。僕らは乳酸菌。古くからこの星に住み、人間や動物の体に宿り、日々活動しています。僕の宿主は生まれて10ヶ月の赤ちゃん、太郎くんです。近所の神社、今日は泣き相撲が開催されています。この神社では二人の赤ちゃんが土俵に上がって勝負。先に泣いた方が勝ちなんだよね。太郎の人生初の勝負は絶対勝たせなくちゃな。もちろん全力で応援するよ。パパとママはやる気満々。太郎くん、ここは一つ頑張らないとね。さあ、いよいよ太郎くんの出番。見合って見合って、はっきょーい、のぶたー、響き渡る行司さんの声。ところが、のこたー、のぶたー。あれれ、太郎くん泣かないつもり？パパもママも困った顔しているよ。太郎、頑張れ。すると、太郎くん、めちゃくちゃ笑ってる。釣られて会場中のお客さんも大爆笑だ。泣く子は育つって言うけれど、笑う子も周りを笑顔にして元気に育つよね。勝負には負けちゃったけど、太郎くんの未来はピッカピカに明るいね。僕ら乳酸菌は泣く子も笑う子もみんなの未来を応援しているよ。じゃあまた日曜のお昼に。ヤクルト。はい、誕生日おめでとう。え、ヤクルト？サッカーボール頼んだのに。なぜサッカーボールが欲しいんだ？サッカー選手になりたいから。そのためには何が必要だ？だからボール。違う、まずは健康だろ。ほら、ヤクルト。わかるけど。家族の健康に、ニューヤクルトカロリーハーフ。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、ヤクルトの提供でお送りしました。トンネルを抜けると、そこはお腹の中だった。乳酸菌は今日も人と生きている。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りします。僕らは乳酸菌。古くからこの星に住み、人間や動物の体に宿り、日々活動しています。僕の宿主は13歳、中学1年生のヤマトくんです。おかえり。遅かったじゃない。何してたの？別に。もうお分かりですよね。ヤマトくん、反抗期に突入したんです。今朝もママがせっかくお弁当を作ってくれたのに。コンビニで買うからお金ちょうだい。だってひどいよね。ところが次の日。はい、ヤマト、これ持っていきなさい。無理やりお弁当を持たされたヤマトくん、お昼になって袋から出してみると、蓋の上に貼り付けられたメモが。そこに書かれていたのは、どこでも大好物弁当。
お弁当の名前。ママさんがお手製のお弁当に秘密道具風のネーミングをつけたんだね。次の日は唐揚げメインの気持ち揚げ揚げ弁当。そのまた次の日は巨大おにぎりを入れてビッグライス弁当だって。ヤマトくん、このママさん相手に反抗期は長続きしそうにないね。ごちそうさまでした。僕ら乳酸菌がもしお弁当ならヘルシーフエルシー弁当かな。お腹を健康にしつつ良い菌を増やすお手伝いをするよ。じゃあまた日曜のお昼に。ヤクルト。見てこの腹筋、シックスパック。これが噂の筋トレ女子。こっちも見て、上腕二頭筋。すごっ。まあ私も筋力には自信あるけど。見た目じゃ全然わからないわよ。何菌よ。乳酸菌。あなたの体に嬉しい筋力、乳酸菌シロタ株のニューヤクルトカロリーハーフ。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、ヤクルトの提供でお送りしました。トンネルを抜けるとそこはお腹の中だった。乳酸菌は今日も人と生きている。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りします。僕らは乳酸菌。古くからこの星に住み、人間や動物の体に宿り、日々活動しています。僕の宿主は45歳のパパです。今朝目を覚ましてみると。そんな自分勝手なことママ許しませんからね。ママと娘さんが揉めています。なっちゃん、おはよう。娘さんに話しかけても無視。家の雰囲気は最悪です。こういう時は触らぬ神にたたりなし。放っておいた方がいいんだけど、やっぱり二人が心配なパパ。会社からの帰り道、二人が大好きなケーキを買って帰ることに。ところが。ただいま。やだ、なっちゃんたら。それでどうしたの？意外にも二人の楽しそうな声。あ、パパおかえり。あ、二人とももうすっかり仲直りして、家の雰囲気もいい感じ。どうやらパパのケーキは無駄になっちゃったみたいだね。そんなことないわよ。私たちはパパのそういうところが大好きなんだから。パパは家族の中和剤なのよね。え、パパよかったね。ママがいて、なっちゃんがいて、そしてパパがいて、家族なんだよ。お腹の中でもいろんな菌が喧嘩したり仲良くしたりしてバランスをとっているんだ。僕ら乳酸菌はパパみたいな存在かな。じゃあまた日曜のお昼に。ヤクルト。夏の間、アリたちは朝から晩まで働き続け、キリギリスはひたすら遊んでいました。そして冬、働きすぎたアリたちはクタクタに。遊びすぎたキリギリスはヘトヘトになってしまいましたとさ。仕事も遊びも適度にね。自分を楽しめ、タフマン。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、ヤクルトの提供でお送りしました。トンネルを抜けると
そこはお腹の中だった。乳酸菌は今日も人と生きている。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りします。僕らは乳酸菌。古くからこの星に住み、人間や動物の体に宿り、日々活動しています。6月最後の日曜日は、僕らのちょっとした思いを聞いてください。ムシムシ、ジメジメ、不快指数マックスな毎日だけど、みんな上手に汗をかいているかな？汗なんて絶対かきたくないですよ。お化粧は落ちちゃうし、汗じみは恥ずかしいし。私は汗をかかないように水分は控えめにしてますよ。僕は一日中オフィスにいるから汗をかくことはないかな。それに汗かきの男って女の子にモテないでしょ。ああ、そんなことを言ってるようじゃ熱中症が心配だな。梅雨の合間や梅雨が明けると急に暑くなる日が来るんだよ。人間が上手に汗をかいて熱中症にかかりにくくなるには、暑さへの慣れが必要だって言われているんだ。そこで今日の乳酸菌ワンポイント、汗かいてコツコツ対策熱中症。暑さに強い体を作るのに大切なのは、ちょっとだけ暑いと感じる環境で、ちょっとだけきついと感じる強さで、毎日30分ぐらいの運動を継続することなんだって。熱中症対策のためにも、汗を嫌わずにコツコツ運動続けてほしいな。僕ら乳酸菌もそんな君をお腹の中から応援しているよ。じゃあまた日曜のお昼に。ヤクルト。プレゼンお疲れ。とりあえず乾杯。いや、まだ気抜けないので。いや、乾杯だろ。あの、結果分かってからにしましょうよ。だからね、プレゼンで負けたの、乾杯なの。乾杯って完全に負けたってことですか？そう、そっちの乾杯。自分を楽しめ、タフマン。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、ヤクルトの提供でお送りしました。